ちゃんと成長するのを見ててくれたなって感じます。人に教えるっていうのをそばで勉強させていただきたいな。大学生でしかできないことをやりたいなって思ってたんです。弱音を吐いてもあなたならできるって言ってくれたので、